ビッグ・ダルチニアンは、オーストラリアのプロボクサー。元 IBF 世界フライ級王者。元 WBA、WBCIBF 世界、スーパーフライ級王者。アルメニアのバナゾル出身。アルメニア人初の世界王者。変則的なリズムを刻みながら、相手を惑わし殴りかかる同猛なスタイルから、レイジングブルの異名を持つ。父親のルーベン・ダルチニアンは、 アルメニアのレスリングオリンピック代表コーチ。5歳頃からボクシングの世界王者になることが夢であったが、アルメニアにプロボクシング協会がなかったことから、父親の助言もあり、レスリングで格闘技のキャリアをスタートさせた。2004年7月7日に、オーストラリアの市民権を取得している。8歳でボクシングを始める。ジュニアアアマチュアボクシングで実力を発揮し始め、 4 8ラム級で12歳から16歳までアルメニアのチャンピオンに君臨し続けた。1997年、ハンガリーのブダペストで開催された1997年、世界ボクシング選手権大会にフライ級で出場するも準々決勝で敗退した。1999年、アメリカのヒューストンで開催された1999年、世界ボクシング選手権大会に、 フライ級で出場するも2回戦で敗退した。2000年、アルメニア代表として、シドニーオリンピックボクシングフライ級に出場し、準々決勝まで進んだ。アマチュア時代の戦績は158勝18敗。フライ級2000年11月3日、オーストラリアでプロデビュー。2001年10月18日、オーストラリアフライ級王座を獲得した。なおこの頃から、 オーストラリア初の3階級制覇王者でもある、ジェフ・フェネックの指導を受け、10年間コンビを組むことになる。2002年6月14日、ジュニア・ファザン・アリを6回 TKO で下し、オバ・オセアニア・バンタム・キヨーザを獲得した。2002年8月2日、IBF ・パン・パシフィック・フライキヨーザを獲得。その後も勝利を積み重ねていき、同王座は3度防衛した。 2003年12月12日、元 WBC 世界ミニマム級王者で、元 WBC 世界ライトフライ級暫定王者ワンディー・シンワンチャート、IBF 世界フライ級挑戦者決定戦を行い、5回以勝利で指名挑戦権を獲得した。2004年12月16日、アメリカ合衆国フロリダ州ハリウッドのハードロックホテルカジノで、 IBF 世界フライ級王者イレーネ、異例にパチコと対戦し11回 TKO 勝ちで王座を獲得した。2005年3月27日、ニューサウスウェールズ州シドニーのホームブッシュ米地区のシドニーオリンピック公園内にあるステートスポーツセンターでイボ世界フライ級王者、ムズキシシカリと対戦し、8回 TKO 勝利で IBF 王座の初防衛とイボ王座獲得に成功した。 2005年8月24日、オーストラリアニューサウスウェールズ州シドニーのシドニーエンターテイメントセンターにて、ハイル・ヒメネスと対戦し、5回 TKO 勝利で、IBF は2度目、リボは初防衛に成功した。2006年3月3日、カリフォルニア州サンタイネズのチュマッシュカジノで、同級3位のディオサダ・ドガビと対戦し、8回 TKO 勝ちで、IBF は3度目、 イボは2度目の防衛に成功した。2006年6月3日、ネバダ州ラスベガスのトーマスマックセンターでルイス・マルドなどと対戦し、8回 TKO 勝ちで IBF は4度目、イボは3度目の防衛に成功した。2006年10月7日、ネバダ州ラスベガスでグレン・ドネアに6回1分27秒3から0の負傷判定勝ちを収め IBF は5度目。 イボは4度目の防衛に成功した。2007年3月3日、元 IBF 世界、ライトフライ級王者のホセ・ビクトル・ブルゴスと対戦し、12回、TKO 勝ちで、IBF は6度目、イボは5度目の防衛に成功した。試合後にブルゴスは、脳の出血が見つかり、頭回手術を受けボクシングから引退した。2007年7月7日、コネチカット州で、 のにとドネアと対戦し、プロ初黒星となる5回1分38秒、TKO 負けを喫し IBF 王座の7度目の防衛と、イボ王座の6度目の防衛に失敗、IBF イボ王座からも陥落した。スーパーフライ級2007年10月20日、スーパーフライ級に転向しての再起戦として、フェデリコカツウェイと、イボ世界スーパーフライ級王座決定戦並びに、 IBF オーストラリアスーパーフライ級王座決定戦を行い12回2分3秒 TKO 勝ちを収めたため王座を獲得しイボー王座で2回級制覇に成功とともに IBF オーストラリア王座を獲得し再起に成功した2008年8月2日ワシントン DC タコマのエメラルドクイーンホテルカジノで IBF 世界スーパーフライ級王者 ディミトリー・キリロフに挑戦し、終始荒々しい攻めでペースを支配していき5回に2度目のダウンを奪ったところで、相手が起き上がれず試合がストップ5回小勝ちで2階級制覇に成功した。2008年11月1日、カリフォルニア州カーソンのホームデポセンターで、WBA ・ WBC 世界、スーパーフライ級王者のクリスチャン・ミハレスと、王座統一戦で対戦。なテクニックが、 持ち味のミハレスから初回終了間際に右ストレートでダウンを奪うと全く寄せ付けず9回終了時にコンビネーションでダウンを奪うとミハレスは失神しレフェリーがカウントを途中でストップし9回終了事故勝ちを収め3団体王座統一に成功した2009年2月7日カリフォルニア州アナハイムのホンダセンターで WBA 世界スーパーフライ級暫定王者の ホルヘ・アルセと対戦し、初回から激しい打撃戦になり、アルセに猛攻。その後有効打でカットしたアルセの、右目尻の傷が悪化して、ドクターストップがかかり11回終了時危険 WBA 王座は、王座統一による初防衛。WBC 王座は、初防衛。IBF 王座二度目の防衛に成功した。2009年7月11日。 フロリダ州サンライズのバンクアトランティックセンターにて1階級上の IBF 世界バンタム級王者ジョゼフ・アグベコに挑戦するも0から3の判定負けを喫し3階級制覇に失敗したこの試合の前 WBC を通じて長谷川穂積へ対戦要求し長谷川陣営も受けて立つ意向だったが敗戦により白紙になった2009年7月28日 IBF 世界スーパーフライ級王座を返上。2009年12月12日、カリフォルニア州で WBC 世界スーパーフライ級暫定王者のトマス・ロハスと対戦し、2回コンビネーションで通列なダウンを奪うと、ミハレス戦に続いてロハスを失神させて、カウントを途中でストップとなる2回2分54秒小勝ちを収め、WBA 王座は2度目。 WBC 王座は、王座統一による2度目の防衛に成功した。2010年3月6日、カリフォルニア州、ランチョミラージュのアグアカリエンテカジノリゾートスパにて、ロドリゴ・ケレロと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBAWBC 王座の3度目の防衛に成功した。バンタム級2010年5月20日、オーストラリアニューサウスウェールズ州パラマタの、 リーグクラブにて、エリック・バルセロナと空位のイボ世界バンタム級王座、決定戦を行い、3から0の判定勝ちで王座を獲得。イボ3階級制覇に成功した。ただし、WBA、WBC、IBAF、WBO の主要4大団体で、世界大観を果たしての3階級制覇ほどの異業ではない。2010年8月、WBC から、 名誉王座認定を受けた。2010年9月、WBA 世界スーパーフライ級スーパー王座を返上した。2010年12月11日、アブネルマレス、ジョゼフ・ワグベコ、ヨニー・ペレスと共に出場した、スーパーシックスワールドボクシングクラシックのバンタム級版として、ショータイムが主催するトーナメントであるバンタム級、スーパー4の準決勝で、 WBC 世界バンタム級、シルバー王座決定戦とダルチニアンの持つタイトルをかけてマレスと対戦し、12回1から2の判定負けでイボ王座初防衛に失敗し王座から、陥落、WBC シルバー王座獲得に失敗し、準決勝で敗退した。2011年4月23日、バンタム級、スーパー4の3位決定戦を兼ねた。 イボ世界バンタム級王座決定戦で、元 IBF 世界バンタム級王者ヨニーペレスと行い、5回1分7秒、3から0の負傷判定勝ちで、イボ王座帰り先に成功し、ダルチニアンがバンタム級、スーパー4の3位となった。2011年9月3日、母国アルメニアで、初めての試合、エレバンで、エバンス・ムバンバと対戦し、3から0の判定勝ちで、 王座防衛に成功し故郷外戦試合を白星で飾った。2011年12月3日、カリフォルニア州アナハイムのホンダセンターで、WBA 世界バンタム級、スーパー王者アンセルモモレノと対戦し12回零から3と最大13点差がついた判定負けという完敗を、喫し、WBA スーパー王座獲得での3回級制覇に失敗、イボ王座から陥落した。 この後、2012年1月からは、約2年ぶりに復帰した、オーストラリア人トレーナー、ジョニー・ルイスの指導を受け、パワー頼みの子を意識した戦い方を我慢し、本来のジャブを中心にコンビネーションを組み立てる、基本的なボクシングスタイルへ戻すトレーニングに、専念した。2012年4月6日、東京国際フォーラムで、WBC 世界バンタム級王者、 山中信介に挑戦したが、序盤こそ互角の攻防を繰り広げたものの中盤以降は、王者のアウトボクシングに翻弄された末に、0から3の判定負けでまたも3階級制覇に失敗した。試合後アウトボクシングをした王者に対し不満を漏らした。スーパーバンタム級2012年9月29日、コネチカット州レッドヤード市のフォックスーツリゾート火事のない、 MGM グランドアット、フォックスウッズで、WBA 世界フェザー級4位で16戦無敗の、ホープルイスオルランドデル・バーレとナブフ、北米スーパーバンタム級王座決定戦を行い、10回、3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。ダルチニアンはこの試合が、HBO デビュー戦だった。その後、ダニエル・ポンセデレオンとアブネル・マレスを擁する、 大口マネージャーでもあるフランク・エスピノーサと契約を交わし、ボブ・アラムのトップランクと契約を交わした。2013年5月11日、テキサス州ラレドのユニトレードスタジアムで、ハビエル・ガジョとスーパーバンタム級契約10回戦を行い、3年5ヶ月ぶりの小勝ちとなる4回26秒小勝ちを収めた。フェザー級2013年11月9日、テキサス州 コーパスクリスティのアメリカンバンクセンターで、ノニトドネアとフェザー級契約10回戦で6年ぶりに再戦。終盤まで優位に試合を進めるが、9回にダウンを奪われると最後は連打をまとめられて試合終了。9回2分6秒 TKO 負けを喫し6年前のリベンジには失敗したが、 試合終了会までの採点を78から74でドネアの負けとつけていたジャージが2人いたほど、前線、あわやというところまでドネアを追い詰めた。2014年5月9日、WBA が最新ランキングを発表し、ダルチニアンは WBA 世界フェザー級13位にランクインした。二千十四年五月十一日、マカオのザベネチアン、マカオウチ、個体アリーナで、 ノニトドネア VS 神ピウィブといえかの前座で、WBA 世界フェザー級王者、ニコラス・ウォータースと対戦するが、2回に、右アッパーでダウンを奪われると防戦に回り5回に、ボディからフックを返されるとダルチニアンはグロッキーになり、フック対応でダウンを奪われ、最後は、左フックで痛烈に失神。5回2分22秒後負けを喫首悲願の3階級制覇は、ならなかった。 2015年2月7日、メキシコのキンタナロー州チェットマルでファ、フアンヒメネスと対戦し、9回2分48秒、TKO 勝ちで再起戦を白星で飾った。2015年6月6日、スタブハブセンターテニスコートで、WBA 世界フェザー級王者ヘススクエイジャルと対戦し、8回にダウンを奪われ、ダルチニアンは立ち上がったもののダルチニアン陣営から、タオルが投げ込まれ、 8回1分4秒、ダルチニアンの危険によりまたも3階級制覇に失敗した。ありがとうございます。